でまずですね、まあ、ブリーチは使うんですけれども、細めの、メッシュをちょっと入れていって、それに、ダークグレージュになるような感じでちょっと作っていきたいと思います。で、スピードが大切なので基本的に僕は、この、これ100均に売ってるまな板なんですけども、プラスチックまな板です。これを形をこういうふうにハサミで切ってですね、これをリパレットっていう名前で使ってるんですけど、もしよかったら真似してみてください。ここで自然にランダムにですね、グラデーションを入れたいと思うんですね。それによって根元の量と毛先の量っていうのが均等になります。で、入れ方としては本当にランダムなんですけど、
ハケにブリーチをつけてですね、そのまま縦に、入れていきます。このような感じで入れていって、高梨さんの方は あえてホイリングしてないっていうのはそういうことなんですね。あえてここはホイールつけてないのはそういうことなんです。これがやりやすいようになんですね。でこういうふうに、縦にですね、ランダムに入れていきます。毛先中心にですね。はい、今、シャンプー台で薬をトナーをつけたんですけど、ブリーチした後にトナーをつけました。で、これからコーミングちょっとしていくんですけども、グレージュのダークグレージュのカラーが終わりまして、これからカットに入るんですけれども、モデルさんがちょっと縛りたいということで、ちょっと前側は長く残しておかないとダメだなということで、まあこの雰囲気は悪くないかなと思うんで、パッツンボブとかやってみようかなと思います。